古谷直弘は日本のレーシングドライバー。1980年にレーシングカートデビューをし、1982年より4輪レースにステップアップし FJ1600 に参戦するも埼玉工業大学工学部機械工学会の進学に伴い一時モータースポーツ活動から離れることになる。1986年にモータースポーツ活動を再開し、イタリアに渡る。 1987年にイタリアノックスイレーシングスクールを卒業し、その後ミドルフォーミュラのイタリア F2000 選手権でデビューし、優勝1回、2位1回と好成績を収める。1988年にはイタリア F3 選手権に参戦し、優勝1回を含む上位入賞を飾る。またイタリアツーリングカー選手権やイタリアフォーミュラアルファ選手権にも参戦するなど、 複数のカテゴリーで活躍する。1989年に日本に帰国し、全日本 F3 選手権に参戦する。1990年にも引き続き全日本 F3 選手権に参戦し、優勝3回、2位2回を獲得するなど、チャンピオン争いを演じシリーズ第2位となる。またマカオグランプリやモナコグランプリのフォーミュラ1の前座レースにも参戦し、 ジャフ年間表彰式にて年間 MVP 賞を受賞する。1991年には日本におけるトップフォーミュラカテゴリーである全日本 F3000 選手権にステップアップしドームレーシングチームから参戦する。1992年にはスーパーエボリューションレーシングチームに遺跡始初入賞を飾る。1993年には東京 r、A D オリジナル F3000 マシンの開発ドライバーを務める。1994年にはセルモレーシングチームに移籍し、トカチ F3000 インターナショナルスピードカップで3位を獲得し、同カテゴリー初の表彰台に上る。1995年にはアドレーシングチームに移籍する。1994年より全日本 GT 選手権に参戦し、日産。 スカイライン GT-R や、スバル・インプレッサ、ランボルギーニ・ディアブロ GT-1 など様々なマシンをドライブし、表彰台獲得を始めた数の入賞を飾り、同選手権が終了する2005年まで参戦する。2006年からは全日本 GT 選手権を継いだ、スーパー GT 選手権に参戦し、同じく様々なマシンをドライブし2010年まで参戦した。また2003年より、 スーパー耐久選手権にも参戦し、2006年には松田 RX-7 でクラス3のシリーズチャンピオンを獲得した。現在はドライビングスクールの講師やレーシングドライバーのインストラクターを務めるほか、自動車専門誌への執筆やレースイベントへのゲストドライバー、またモータースポーツ番組のコメンテーターやゲストとしての出演など幅広い活動を行っている。 2010年10月10日に岡山国際サーキットクイーンを務めていた小坂井彩と結婚。2013年1月10日に第一子が生まれている。ありがとうございます。